はい。えー、それではですね、えー、ただいまより、えー、柏野美幸さんのインタビューを始めていきたいと思います。柏野さんは、あの、現在北海道を拠点にして、水費術とお片付けのアドバイザーとしてですね、あのー、いろんな活躍をされております。はい。では、早速、えー、始めていきたいと思います。柏野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。 では、えー、早速なんですけれども、えー、柏野さんはどのような夢やミジョンをお持ちでいらっしゃるのか、聞かせていただければと思います、はいえー、とまず、あの私のこう個人的な夢としてはあの、全国、世界を巡りながら仕事をしたいっていう思いがこう大枠であります。 はい、でその中であの仕事の方のビジョンとしてはあのー、今、数秘術とかお片付けというものをやっているんですけれども一見、バラバラに見えるちょっとこうツールな感じがするんですけど私が結局、ビジョンとしてやりたいなと思っているのは本当の自分として生きていくこと、人がみんなですねであともっと自分を好きになっていくことそして人生を楽しむこと。 っていうのをみんなにや生きてきてほしくてでそこをサポートできるためのツールとして今、数人お片付けとか他いくつかやってるんですけど、はい、あのそんなビジョンを掲げていて私にできることをそのみんながそう生きていくために私ができることをサポートしていきたいっていうのをビジョンに掲げて活動しています。はい いやすごいですね、あのー、なんか一見、その数秘術やお片づけって身近なことのように感じるんですけど、なんかそこをね、世界に向けてこう広げていくっていう大きなビジョンともこうつながっているっていうので、はいう。なんかこう、誕生日って結局皆さんお持ちですし、数秘って誕生日から見ていくんですけど、誕生日は皆さん持ってますし、おうちも皆さん持っていらっしゃるので。 ね、こうす誕生日から見た自分を知るっていうところとお家を整えていくとかそこをサポ暮らしを、あのーね、心地よい暮らしを作っていくっていうのはこう全員共通してあることかなと思うのでこの生きていく中ですごい大事になる部分かなと思うのでそこをこう私の中でサポートできるものになっていけばいいなと思っていて活動してるんですけど結局はなんかこう私がやりたいのは。 あの実は私、5つのこうステップというか、5つのコンセプトみたいなのを持ってて、はいあの、ちょっと紹介してもいいですかあどうぞどうぞ。<laughs> はい、で私があの5つのこう、なんでこれらをやってるかってこう5つ掲げてるんですけど、1つ目は自分をまず知るっていうこととです。で、2つ目は自分と対話をすること。そして3つ目が自分を整えることですね。で、4つ目は自分を許すこと。 で5つ目が自分を受け入れるっていうこの5つを私は大事にしてるんですけどまず自分を知らないと何をするにも自分を知らないと動けないかなと思うのでその自分を知るっていうところを私はあの数比術を通して自分がどんなものを持って生まれてるとかそういうのをこう伝えていけるこうきっかけ突破口になるかなっていうことで数比をやってます。 で自分と一回知ったら、なんかよああ、私ってこうなんだっていう風に、自分と向き合い始めるきっかけになるかなと思うので、そこで対話、自分と対話することが生まれて、であじゃあ、もっとこうしたいみたいなのが出てきたりすると思うんですよね。もっとこんな風に生きていきたいとか、その中でよく出てくるのが、もっとお家をきれいにしたいっていうのが出てくるので、そこで私がまた今度はお家をを整えていくことがサポートできるのかなと思っていて。 なので私は多分特に一番と三番の自分を知るっていうのと自分を整えるっていうところをサポートしていけるかなと思っています。ああなるほど。はい、はい。ありがとうございます。すごい大事なことだなと思いました。はい、はい。はい。えっ、ー、とでは続いて次の質問に入っていきたいと思います。はい、はい。ではえー、えー、先ほどの夢やビジョンをええ具現化するためにええー、今どんな目標や計画をお持ちで いいいららっしゃるかお伺いできたらと思いますあ、はいえー、と一番まず身近な目標としてはあのー、47都道府県を制覇したいっていうのがこう私個人の、あのー、目標になっているんですね。でそれをこう一生懸命やるために計画してるわけではないんですけれども、あのー、要は全国の人とつながっていきたいなんか全国世界の人と仲良くなっていきたい。 それで私がサポートできるところはしていきたいというふうに思っているので、いろんな人と出会いたいなという思いもあって、いろんな都道府県に行きたいなと思っています。その中で、今年具体的なこう計画としては、もうすでにいくつか動き始めていて、まず10月に、あのー、今月ですねリトリートツアー、沖縄のリトリートツアーを計画していて、それを実行します。はい、で4月にもあ 6月にもやったんですけど2回目なんですけどはいそれをまず考えているのとあとは11月来月ですねにあのちょっと銀東京に行って東京で数日のお茶会を開催しようかなと思ってます。はいで12月はちょっとあの神戸での整理手のアドバイザーの方とちょっと親しくなったのでその方に会いに行こうかなと思っていたりしていて。あのー 夢は全国世界って言ってるんですけどまずは身近な一歩ということで行ける場所に行く会いたい人に会うっていうことをあの私は計画というか行動していてその計画を少しずつ立てていってる最中です。はいあ、はいあありががとうごございますすなんかくくねフットワークが軽く、あのー 活動さ思ったら行くっていうのはちょっとその私の中の目標というか私の中のベースにあるものの一つですね。はい、あすごい、はいえーと。ではですねあの、はい、そこともちょっとつながるかもしれないんですけども、はいまあ、その目標や計画に対して現在どのような活動指針だったり、はい、どんな基本活動をですねされているかをちょっと。 お伺いできたらと思います。あ、はい、ありがとうございます。と、私はあのー、今ここから動き出すっていうことをすごく大事にしています。あのー、よく人は私がそうだったんですけど、もともと私はその過去ばっかり、結構過去をくよくよ気にしたり、反省をずっとしていたりとか、あと未来の起こってもいない不安とか心配ばかりしていて。 なんかこう、今ここが心地よくないみたいな感じだったんですね、ずっと。それが、あの自分を少しずつ、今はそのいろいろ出会って変わってきたことで、あ今ここ、この瞬間から行動していけば、いろいろ変われるんだとか、動き出せるんだっていうことが分かってきて、なので、今ここに立って、今ここからどう行きたいかっていうのを考えていく。で あのそして行動していくんですけどなかなかその一歩が踏み出せない人が多いと思うのであのその多分自分に自信がないとかいやお金がないから無理とかいろんな状況があってそうやって動けないでいる人がいるんですけどあのもっと自分のことを信じてあの自分の魅力に気づいて生きていったら楽しいかなと思っているので私はその皆さんそれぞれの。 自分の中にある力を呼び覚ます呼び水のような形になれたらなっていうふうに思っていてそういうことをちょっと念頭に置いて活動しています、はい、なるほど、はい、あのまずはご自身の意識がすごくこう意識の変革からこう周りの人へっていうのをそうなんですよね、はいはい、でなんか多分 一本のあのあ私、今そのいろんな数秘術とかお片付けとかやってるんですけど、それ以外にこうちょっとこうフライヤーを作るようなデザインの仕事とか、あとキネシオロジーといって、こう筋肉反射を使ったこうあのセッションみたいなのもやっていて、だからこう服私、主に今、4本柱みたいな形でやってるんですけど、なのでこうここ正面からだとたら横からどうかなみたいな感じで、いろんな面からこうアプローチして、こう こん,なこんな面があるよこんな力があるよっていうのをいろんな面からその人を見ていけるたらいいなと思って私もこう自分の仕事が今複数あるんだろうなっていう風に感じてます、はい、確かになんかあの動けなくなってる人ってすごいやっぱ多いのかなと思う、ね、多いと思うんですよね苦しくて、うん、なんかしたいけど動けないみたいなうんで自分がそうだったからで自分が体験して動き出せてる自分が今いるので 自分が経験したことは人にもあの、そういう動けない人の気持ちも分かるし、寄り添えるし、あの一緒にこう動き出せるきっかけを作ってあげられるかなというふうに思ってますうどう。はい、ありがとうございます、はいえーと。ではですね、続いての質問に行きたいと思います。はい、ではですねその、そもそもその夢やビジョンを持ったきっかけは何ですか そこにはどんな発見や出会いがあったのかを、えー、お伺いできたらと思います。はい。えっ、ー、と、先ほど言ったように私はもともと自分のことがよくわからないような人だったんですね。だからこう、何か人とバーっと言われたときに、なんかもやもやっとした感情とか湧くんですけど、それが苦しいのか悲しいのか、辛いのかがよく分からなくて、なんかそこでいつもヘラヘラと笑って、 なんか何かでもなないいようりをしていたんでですねでも後で家帰ったりするとじわじわと湧いてくるなんか辛さとか切なさみたいなのがあってこれ何なんだろうってずっと思ってたんですけどあこれは私が自分のことがよく分かってないんだなとか自分の感情を何か押し殺してるんだなとかそういう自分に気づき始めたんですけどそこまでは気づいたんですけどそこから先がいけなくて。 結局わからないんですよね、自分のことが。自分は何を思っててどう感じてるのかが分かんなくて、あのー、ずっと生きづらさっていうか、生き苦しさみたいなのを感じて生きてきた中で、あのー、そこで出会ったのが、数秘術というものだったんですけど、あのー、ちょうど知りちょっとこう講座で出会った方で、数秘術やってる方がいて、で、なんかこう、 ふっとそれに興味を持って行ったのが始まりだったんですね。あ、というか実は夢に見たんです、私。<laughs> その方のセッションを受けてる夢を見て、あれ、なんかそれ行った方がいいかなと思って行ったんです。でその時は、その数比術のセッションが何をするか全くわかんなかったんですけど、行ったら、その誕生日から読み解く占いじゃないけど、そんなようなものだよっていうところと、 それ何が分かるのって聞いたら自分の才能とか生き方とか苦手とかいろんなことが自分のことが知れるんだよっていうことを教えてもらってでそこで自分の一番核となる数字があるんですけどその数比でで私にはその核となる数字が5っていう数字だったんですねこの、はい、でその5っていう数字の意味が自由とか冒険好奇心どこまでも遠くへ行くこととか旅行とか体験体感 体を使ってみたいな意味があるっていう風に教えてもらってだからみゆきさんは伸び伸び自由に生きていくことが人生のテーマですって言われたんですね。でそこではだから私なんかいろんなものに興味があるしすごい世界中を見てみたいって思いがちっちゃい頃からあったのでそこではこれなんだっていうことで腑に落ちて。 であなんか私漠然と思ってって、てんか私が一人でそう世界を見たいとかあほんなこと考えてるのかなと思ったんですけどそうではなくてちゃんと自分の持ち味というか生き方のテーマで自分が選んできたんだっていうことを知ってでそこから自分を知るっていうことに興味を持ち始めたっていうのがきっかけになっていて、はい、そこからその,その数囲の人からあの美由紀さんは。 このことを美雪さんが伝えていく側になるかもしれませんねってその時言っていただいてそれもあってずっとあそうかと思ってそこから学び始めてあの数比術のこう鑑定する講師講座とかやれる講師まであの東京まで通って取ったっていうのがきっかけになってます、はい、でその中でお部屋とかを片付けたりして生理手納が戻ってたっていうところですね。なるほど はい。いや、でも、なんか、そういう自分に対しての違和感を感じてキャッチするっていうのがすごいなと思いました。思いや、そうでした。ね。うん、なんか、ちゃんと自分でサインを受け取って動いていたんだなっていうのを、後で振り返ると。今日、こういう話を、ね、させていただく機会があって、より思いました。ああ。え、ね、そこから、すごい新しい道が。 広んなですまさかこんな数秘術とか、ねはい、そういうのを使う日が来るなんて全然もうバリバリとした普通の OL として働いていくんだろうとしか思ってなかったので面白いですねは,、えー、はい、はいはい、えー、とではですね最後の質問に入っていきたいと思いますでは、えー、その発見や出会いの背景には 何があったたのかととといいいいうことで伺思ます、はいはい、とその、まあ、数秘術というものにで片付けの仕事に出会う中にであのやっぱりこう自分のことが好きじゃなかったんだなっていうふうに思ってますずっと自分が嫌いだったんですよねだからずっと誰かああの人いいなとかこんな風になれたらいいなってこう外側に憧れがすごいあったんですよね。 で自分のことはも好きじゃないから、あのー、どうにかあの人みたいになろうみたいな感じでずっと生きてきてたですけどだから多分自分に自信がなかったんだと思うんですけどこれをいろいろ掘り下げていくとやっぱりこう昔のトラウマ過去のトラウマじゃないですけどやっぱり傷ついたち昔傷ついた心とかまあ人から言われて思い込んでる自分みたいなのがあってそれが私の中ではなんかこう 自己否定じゃないですけどどうせ私なんて大したことないです何もできない人間ですみたいな感じで思い込んでいるしそうすり込んでしまっている自分があるってことに気づいてやっぱここを見ないことには避けて通れないんだなと思ってずっとそこに蓋をしてたんですよねそんなあの傷ついた自分とか自分のこと嫌いな自分に蓋をしてきたんですけど。 一旦この自分が嫌いだってところを受け入れないっていうか見つめないとダメだなと思ってであのその数比で自分と向き合っていくうちにそこに気づいたのでそこを蓋開いて見ていくっていうことをしていったんですけどまあ全然見ても見ても取れないわけですよね <laughs> 傷ついてるのは傷ついたままだしっていうとこだったんですけどやっぱりそこであの数秘術であなたこんな強みがあるよ こんな才能あるからもっとそこを生かしたらいいじゃないっていうあ,のあるものを見ていくっていうことをそこで教えてもらったんですよね。今まで私の多分思考とか私自身のかか考え方というか癖がないものばかり見るっていう癖がこう幼少期の頃から積み上げてきて刷り込んできたところだったんですけどあ自分にはこういうものがあるのかもしれないとか あこんなことが私は本当はしたいのかもしれないとかそういうのをこう数筆落としていろいろ見えてきたのであ私はこんなふうに見せるともっとよいいのかとかあ世の中に役に立つにはこういうふうにしていくと私の強みが発揮されて生かされやすいんだなとかそういうことが分かってきたので、まあ、ないないって言っても何も変わらないからあるっていうその部分を。 どう生かしていこうかっていうふうに、そのないものを見て一回自分の辛い過去とか、まあ、いわゆる闇じゃないですけどい、ね、自分のネガティブな部分を見て、そこからもう十分ないものにフォーカスしたから、ないの反対はあるだよねって思って、じゃああるをどう見ていこうかっていう、こう、あるを見る、こう、トレーニングみたいな、心のトレーニングみたいなのを始めたんですけど、その時にすごい、 役に立ったというか、今でもそこは生かしてるんですがけども、それがその脳トレイだったんです脳を生かしていくっていうところで、あのーあ、脳の仕組みをそこで少し学んで、あ脳ってこういう働きがあって、こうしてるんだってことを知って、じゃあ自分はもっとこう、脳のここを、こういうふうにあの三日坊ずになるすぐ、すぐダメだ、ないの方にすぐ戻っちゃうの、どうないの方じゃなくて、あるを見続けていく。 ことが大事かなってていうのをやりり始めたりしてそしたらそこで一番やっぱり良かったのがやっぱり習慣化毎日コツコツだったんですよね。で私毎日コツコツ苦手だと思ってたんですずっと。ところが数日にコツコツできる継続力が数日に,に私には才能の部分にあったんですよね。でないと思ってたのがある。だからないいと思い込んででるのは自分で 通秘術ではあるんだよと教えてくれてるからこう思い込んでる自分とあるよと教えてもらってるってことはじゃあないかもしれないけどあるを試してもいいかなと思って苦手な続けるっていうことを始めていってるのが今に至るんですけど、はい、だから今も脳トレを生かして脳の仕組みを生かして自分のある部分をフォーカスしたり自分の良いところを発見したりっていうのをその やってる最中ではあるんですけど、はい、そんな過去のトラウマから今に至るまでそんな流れがありました。<laughs> いや、なるほど、はい、すごい、はい、あの本当深いところまでこ自分のことを見つめ直したり、さらにこうに,、はい、に人間なんか脳っていうとき人間共通するそのね、はい、そうなのです、ね、の仕組みまで勉強されて変化されてるっていうのがすごい興味深いなと。 脳って面白い人、はい、こうあるけど見えないじゃないですか、私たちはこう自分の目で脳を開いて見ることはできないけど、あるし思考が脳なのかどうかも、ね、本当なのかどうかも分からないですけど、やっぱこう目で見ながら、この辺でなんとなくイメージがあるからやっぱ脳とつながってるのかなっていう感覚はあるから、やっぱり自分がこう頭を使ってせっかく脳があるんだったら脳をもっとこう楽しく活用していきたいというか。 ね、生きやすくい生きることが楽しくなるように活用していきたいなっていうふうに思い始めて思ってたり考えるってことが大半だからじゃあそこをやっぱり変え,変えるじゃないけどうまくそこの仕組みを使っていくといいかなと思ってこれはもう習慣化コツコツすり込むしかないっていうところに行き着きました。<laughs> あるほどはい いや非常に興味深い話をありがとうございます。ちょっともうちょっと時間あったら聞きたいなっていう方法ぐらいだったんですけども。<laughs> はい、はい。はい。また、はい。またですね、あの、はい、あの、活動などですね、インタビューの方に掲載しておりますので、興味がある方は見てもらえたらと思います。はい、はい。はい。では、以上でですね、えー、インタビュー終了したいと思います。はい。本日は、柏野さん、ありがとうございました。 ありがとうございました。